わっさー、どうもナスビ TV ビアコガイドのナスビです。よろしくお願いします。6月の8日も、工場に出ておりますので、ちょっとそのお話をしていこうかなと思います。お疲れです。今日は珍しく一人で浮いておりました。で、やっぱ毎日出ていると発見があるんですけど、今日の発見はエビモエリアで、こういうフリーリグ、ストレートワームのフリーリグですよね。これで、数日前まではよく釣れていたんですけど、まあ、大体1週間ほどぐらい前ですかね、まあ、よく釣れていたんですけど、それが釣れなくなって、でそのエビモエリアでフリーリグとかをやっていたんですけど、脳進化でやってて、でそれがまた釣れなくなってネコリグで釣れてたんですよね。でそれが今日は復活したのか、このリバウンドスティックの5インチのフリーリグで釣ってる方が多く見られました。僕の釣りしてて、僕の知り合いの方とかもこれでよく釣っておられまして、で僕も投げたんですけど、それで今日はバイトがあって、2回バイトありましたね、短時間で。まあ、このフリーリグエビモでやると釣れると思います。で昼から風が吹いてきましたので、風が吹いたらスピナーベイトということで、この B カスタム2分の1オンスを巻きまくって釣れました。でやってるエリアはこうエビモでフリーリーグやってる場所と全く一緒です。まあ、風が吹いたらスピナーベイトというわけで、ぜひ皆さんもこのローテーションやってみてください。風が吹いてない時はフリーリーグ、吹いたらスピナーベイト、これでやってみてくださいね。というわけで6月の8日の発見でした。ありがとうございました。